玉山国家公園の位置玉山、旧称新高山、モリソン山ツオ語で、パトゥンクオヌは台湾のほぼ中央部に位置する山。標高は3952メートルで、台湾で最も高く、日本統治時代には日本の最高峰であった。周囲は台湾自然生態保護区となっている。また1985年4月6日には、玉山を中心とした約10万ヘクタールの範囲が玉山国家公園に指定されている。台湾原住民のツォウ族の言語ツォウ語では、パトゥンクオヌ、ブヌン語では、サバイや、セイビ、カナカナブ語では、タヌングインクと呼ぶ。清代初期の文書によれば、八通関山、雪山と呼んでいた。欧米では、商船主、モリソンが報告したことから、モリソン山と呼ばれた。日本統治時代には、富士山よりも高い、新しい日本最高峰の意味で、明治天皇により、新高山と名付けられた。しかし皮肉にも、台湾で最も遅くまで日本に抵抗したのは、新高山の周囲に住むブヌン族の高麗茂と呼ばれる一群であり、新高山南面の農系上流部は1933年になって、ようやく日本の実質統治下に入ったが、1932年には南方の大関山駐在所が襲撃され、日本人警察官3名が殺害された。1934年には東方の楽楽系上流部で日本人警察官が殺害された。また1941年には、遥か南方の北、糸久慈京阪の駐在所が襲われ、日本人警察官ら3名が殺害された、内本鹿事件が発生するなど、新高山周辺では終戦に至るまで、日本人側からは、シゲル街と呼ばれた、ブヌン族による抵抗運動が多発した。富士山の標高3776メートルよりも高いことから、大日本帝国の台湾領有期には、日本一標高の高い山として知られ、大日本帝国の学校でも、日本一の山として教えられていた。また1937年には、新高里山国立公園として、大日本帝国の国立公園に指定されていた。1941年12月2日に発令された、日米開戦の日時を告げる、大日本帝国海軍の暗号電文、新高山登れ1208の新高山とは、東山のことである。第二次世界大戦に、日本が敗戦し、台湾の領有権が中華民国に移る際に現在の名前に戻された。その後は重要な軍事拠点とされ、入山には中華民国政府の許可が必要であった。なお民主化以降も一部の観光地を除いた地区の入山には許可が必要である。しかしこれは自然保護の観点からであり、事前に申請を行えば、民主化以前に比べれば容易に入山することができ、観光ツアーもある。2014年2月7日、中華民国山岳協会と日本富士山協会によって、玉山と富士山の友好山提携が締結された。1900年4月11日、日本の人類学者、鳥居隆三が台湾調査の傍ら、登頂に成功した。一説はあるが、これ以前に登頂を達成した人物がいることを示す文献はない。標高は公式には3952メートルとされるが、1995年と1999年の衛星測量では、ともに3978メートルと計測されている。また、日本統治時代は3950メートルとされていた。3997メートルと計測されたこともある。かつて玉山へつながる道は、清代に作られた八通関古道、日本統治時代に李茂政策の一環として作られた八通、関越横断道路などの細い山道しかなかったが、1991年に台湾中南部を玉山国家公園内を横断する新中部横岸公路が開通すると、交通の便は飛躍的に向上した。ありがとうございます。